こんにちは。ストーンイリス虹チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストの夏希です。12月も半ばとなりましたが、皆さん調子はいかがでしょうか？私はまた面白いものを見つけたので、ただいま挑戦中です。皆さんもワクワクするものを見つけたら、どんどんトライしてみてくださいね。では早速本題に入りますが、まずはマイク・クインシーのハイヤーセルフからのメッセージです。人類が明確な目的を持ってやり直す気があるのなら、これからの未来に必要のない明らかに時代遅れなものを捨てて先に進むために、いろいろなことを考える必要があります。今の時期は私たちのこれまでの生き方を真剣に見直すための絶好のチャンスです。この機会を利用して新時代へ向けて新たなスタートを切ることができるし、大きな変化を得ることができるでしょう。その変化するリストの上位には、政治とビジネスの運営方法があって、どちらも私たちに深刻な影響を与える要素になっているようです。もう古いやり方は人類の前進のために適していないので、復活させるべきではないし、復活することもないそうです。そしてこれまでのような上流階級と一般庶民という隔たりや、そのような価値観はこれ以上続ける必要はなく、人々を一つにまとめる時が来たと言っていました。この世に存在するすべての魂は、生きていく上で必要な必需品が常に行き渡るような人生を送るに値します。これからは普通に屋根があり、食料があり、安心して生活を送るに誰もが値するということですね。今まで得をしてきた人たちによって、多くの最新技術や発明が抑圧されてきました。しかし、もうすべての人々に利益をもたらすような変化が訪れているので、これ以上進歩を停滞させ続けることはできません。すべての人々や企業はこれまでの運営方法ややり方を見直さないといけない状況になっており、その変化が今起きつつあります。もう以前の状態に戻ることはないので、自分たちで変わるほかないそうです。そしてフリーエネルギーについて、とても気になることを言っていました。この世の中の変化の度合いは、フリーエネルギーがいつまで隠蔽され続け、企業や私たちがフリーエネルギーを使えない状況がいつまで続くかにかかっているそうです。フリーエネルギーの解放は多くの人々の生活を楽にし、たくさんの可能性をもたらし、生活必需品である電気を人々に与え、貧困から救ってくれます。これから来る新時代とは、世界中の人々の生活の質が高まることを意味するそうです。人類は皆一つであるということを認識し、すべての人々を同等に扱うのが早ければ早いほど、より早く新時代の恩恵が受けられます。そして今、最前線で動いている私たちのために、宇宙側からあらゆる手助けが提供されているそうですが、サポートを受け取っていると感じている方も多いのではないでしょうか。今現在、私たちが味わっている試練や不安の裏では、一転して物事はどんどん私たちの望む方向へと進み始めているので、安心してくださいと言っていました。どうか落ち着いて、光は戦いに勝っていると認識してほしいそうです。そして私たちは十分進化しているので、周りの負のエネルギーに打ち勝ち、光以外のすべてのものを払いのけることができるそうです。現在のハードルを乗り越えれば、その後の道のりがどれほど楽かに気がつくでしょうとのことですが、やはり人類は今が正念場のようです。私たちはとてつもない長い時間を歩んで、やっとこの地点に到達しました。古い不要なエネルギーは手放して、今与えられているチャンスをしっかりと掴んで先に進みましょう。今私たちが経験しているこの時間は、自分がどこに向かっているのか、自分の目標は何であるかをじっくり考えさせてくれる時間です。人生に何を求め、よりよく生きるためには何が必要かをじっくりと考える時間を与えられています。皆さんは自分と向き合う時間は取れていますでしょうか？なるべく一人の時間を大切にしてくださいね。
次は光の銀河連合からのメッセージですが、また不思議な現象が起きました。すでに知っている方も多いと思いますが、皆さんモノリスという鉄の柱はご存知でしょうか。私は初めて知ったのですが、まるで2001年宇宙の旅という映画に出てきたモノリスにそっくりだと世界中で話題になっているようです。今回発見されたモノリスはステンレス状の鉄板でできており、高さは3メートル以上、中は空洞の三角柱です。そして光の銀河連合もこの鉄柱をモノリスと呼んでいました。私も詳しいことは知らないのですが、モノリスはユタ州、イギリス、ルーマニア、カリフォルニアなどで発見されたそうです。皆さん、今年の7月に話題になったニューヨークの光の柱は覚えていますか。あの時、光の銀河連合はこれから世界中でこのような現象が起こると言っていたのですが、その後どうなったのかなとちょっと気になってたんですけど、光の銀河連合は今回のモノリスはこの光の柱と関連性があると言っていました。このモノリスは監視装置であり、受信機であり、活性化のものであり、接続するためのものであり、反射機でもあるようです。とにかくいろんな機能を持ち合わせているようです。そして地球にある物質のように見えるけど、そうではないと言っていました。このような物質はこれからたくさん設置され、適切な時期に発見されるそうです。ちなみにユタ州のモノリスはすぐに撤去されてしまったんですが、光の銀河連合曰く、まだ未設定だから調査しても何も出てこないので問題ないということです。このモノリスは今はまだ休眠状態だから調べても何が何だかわからないでしょうと言っていました。あの光の柱との関連性ですが、様々な方面でつながっていて、設置場所についても活性化させるという目的の下に戦略的に計算して設置しているようです。そして受信可能になったら柱を操作することになると言っていました。実は撤去されることも計算済みで、いつか彼らの撤去作業が追いつかないほど設置されるとのことですが、なんだかワクワクしますね。そして鉄の柱がなぜこのタイミングで出現したのかというブロッサムの質問に対しては、今がそのタイミングだからと回答していました。今年は本当にいろんなことが起こりますが、そういうタイミングの年なんですね。日本でもこの鉄の柱が発見される日が来るんでしょうか。この不思議な柱についてはまたどこかで発見されるかもしれませんので、楽しみに報告を待ちましょう。そして12月21日に向けてエネルギーは一層増加しており、そのおかげで気分が優れなかったりめまいがするかもしれませんとのことですが、皆さん体調はいかがですか。エネルギーを吸収している間は体をいたわってあげてくださいと言っていたので、ゆっくり休んであまり無理しないようにしてください。そして21日についてですが、とある時間帯に特に多くのエネルギーが地球に入ってくるそうです。そこで上昇の度合いにシフト、切り替えがあります。気づきや目覚めにもシフトが起こるので、21日はこれまでと違う感覚を覚える人もいるかもしれません。しかしこの時も地球は混沌として、目覚めていない人たちの間では多くの混乱が起こる可能性があるようです。ただこのエネルギーは活性剤のような役割と安定剤のような癒しの役割を持っているので、心配することはないそうです。今起きているすべてのことは神聖な計画が展開されているだけということを忘れないでください。そしてまだこれから多くのことが展開していきます。この先闇がすべて消えた後、モノリスのようなものの出現が当たり前となる時が来るでしょう。そして地球外のものたちとのつながりが私たちの日常として当たり前に受け入れられる日が来るようです。そんな日が来るなんて信じられませんが、確かに今宇宙人とコンタクトを取っている人も増えているのであるかもしれませんね。では最後はバシャールからのメッセージです。私たちの人生は毎月の支払いをするためにあくせく働いたり、何かの義務を果たすために生きることではありません。私たちは自分の人生を自由に選ぶことが許されています。
ちなみに豊かな人生とはお金持ちになること、名誉や名声を得ることではありません。それはただの外側の要素であって、あなたの心を心底満たしてくれるものではありません。豊かさや幸せはあなたの内側にあります。お金があろうがなかろうが関係ないのです。確かに前回の動画でも話したように、私の友達は貯金1000万円あってもいつも不安と不満でいっぱいでした。心は一向に満たされている様子はなく、いつも楽しくなさそうでした。真の豊かさとはやはり外側にはないんですね。例えば発展途上国の子どもたちは生活は貧しくても笑顔がとても輝いています。先進国である日本の子どもたちよりもよっぽど幸せそうに見えるのはなぜでしょう。やはり内側が愛で満たされているんだと思います。きっと昔の日本はもっと笑顔も多く元気だったのではないでしょうか。これからは外側にある物質よりも自分の内側、つまり精神面を大切にする時代です。精神面が豊かになれば、おのずと外側の物質面も豊かになってくるという宇宙の仕組みです。まずは自分の心を愛で満たして内面を豊かにしてあげましょう。毎日安心してポジティブに過ごしていると、いつの間にか現実的に収入が増えたり、いい人と出会ったりと嬉しい変化が起きてくると思います。そして私たちは自分が体験したい現実を体験する権利があります。自分が望む世界を自由に選択することができるのです。それには今まで刷り込まれた他人軸で生きることをやめ、新しいハイヤーマインドの視点、自分軸で生きることです。他人軸で生きるということは、自分の力を他人に預けてしまうことになり、外側に翻弄されて生きることになります。今すぐ他人軸で生きることをやめて、自分軸で生きると選択して決断しましょう。そうすると今まで外側に向けていたパワーが自分に戻ってきます。あなたの目の前に起こる現実はすべてあなたの心の反映です。あなたの心の歪みが整えば、自然と現実も歪みがなくなり整っていきます。目の前で起こる不都合や不具合は自分の心が起こしているだけなので、そこに気がつけば現実はいい方向に変わっていくと私は思います。いずれ私たちはそれぞれの周波数の世界に完全に降り立ちます。つまり自分の信じる世界を体験することになります。例えば世界に争い事がなくなり、みんなが平等に暮らせる日なんて来るわけがないと信じている人は、その人が信じている世界を味わうことになります。結果世界は平和になったのに、その人の周りだけは争い事が絶えず不平等な世界なのではないでしょうか。逆にこの世は愛に満ち溢れ、平和で平等な世界になると信じている人は、その周波数の世界に降り立ち、その人の周りは愛と調和で満たされているのだと思います。つまり世の中を悲観的に見ている人はネガティブな世界を体験することになるし、世の中を楽観的に見ている人はポジティブな現実を引き寄せることになるということです。もちろん私は光に満ちた愛と平和と平等な世界が訪れると信じています。はい、ということで今回は以上となります。最後に一つお知らせですが、この度ミラクル電波塔のマサさんと YouTube でコラボすることになりました。ちなみにミラクル電波塔さんも皆さんの波動が上がるようにポジティブな動画を発信しています。今回は風の時代やハイヤーセルフとつながるとはどういうことか、 YouTube を始めたきっかけなどお話しさせていただいてます。前半の動画はミラクル電波塔で、後半の動画は虹チャンネルで発信します。今月の15日頃アップの予定ですので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。